しかも俺はどうせさ、なんつーの30後半ぐらいからさ、どうせ頭臭くなんだろ俺は。パパは臭いっつって、どうせさ、俺がさ、働いた金で飯食ってさ、嫌われてさ、パパと一緒のパンツを洗わないでっつって、うるせえっつって。俺の金玉から生まれてきた分際でってなるだろ、そしたら。将来あれだぞ、喧嘩だらけになるぞ。パパのせいで頭がでかいっつって。うるせえ俺の金玉、俺の金、お前ら、むしろ俺の金玉じゃっつって。俺の金玉以下じゃ、むしろ。生きてる歴は俺の金玉の方が長いんじゃ。俺の子供より。言われるだろ、絶対。そのうちさ、二十歳ぐらいになったらさ、ニコ動見始めてさ、これパパじゃないのつって。やっぱりキモいつって。うるせえ、金玉が。ってあー、マジ腹立ってきた。ほんとに。金玉が。絶対男産むべ、俺。なんか、俺の、なんか娘とか超性格悪くなりそう、マジで。絶対、男マジで、男、生まれてこい。男。男よ、生まれてこい、男。アイス、めでるわ。やっぱさ、なんか男同士にしかできねえ会話あんだろ。どやっつって。お風呂入んだろ、小3ぐらいでさ。自我に芽生えるだろ、小3ぐらいで。パパの金玉でかいっつって。なんだろ、どやっつって。これが俺のシンボルじゃっつって。これが大人のシンボルじゃっつって。女じゃわかんねえだろ。これが大人ってなんだろう、小3の男だったら。ごくり。これが男のシンボルじゃ。キリって。これが大人。ごくりってなんだろう。やっぱり男が生まれてほしいな。男が生まれてほしいわ、俺は。あるだろ、お前。ふざけんな。俺初めて親父の金玉見たとき、目ん玉飛び出たぞ、ほんとに。なんじゃいと。腕かと思った、腕。なんでお父さんは股の下から腕生えてんのつって。毛もくじゃらな腕が。つって言ったわ。俺聞いたわ。先生に聞いたわ、学校の。うちのお父さん、股から腕生えてます。つって。そういうさ、そういう男になり、そういう父親になりてえだろ。そういうさ、父親になりてえんだよ、俺。うちの、なんかさ、小3ぐらいのさ、文集でさ、小3ぐらいだったらまだ世の中のことがわかんねえだろ。うちのパパは腕が3本ありますって。かっこいいってなんだろ。仮面ライダーみたいって。よくねえか、その方が。そういう父親になりたいんだよ、俺。おぉ、ポケモンじゃ、俺は。公開セクハラじゃねえよ、普通に。将来のスパンだよ、スパン。将来のスパム、俺は。マキタ、何の話？子供について、俺の。子供が彼氏連れてきたら？彼氏ってことは女？俺の娘に？手出す男？フルボッコじゃ。寝ろ、つって。座れ、つって。脱げっつって。おいっつって。キャップチンチンがよっつって。チンチンにライフガードのキャップ当ててやるわっつって。キャップチンチンの分際で俺の娘に手出しやがってってなるだろ、普通に。金玉に毛が生えてねえような男がっつって。手出すんじゃねえ、ハゲっつって。働けってなるわ。さあ、娘ができたらさ、娘ができたらさ、それが怖いんだよ、俺。自分の娘に彼氏ができたらさ、どうすんの、マジで。生きてけねえよ、俺、マジで。取られたって。回想だよ、俺、もう人生を。0歳からさ、その娘が彼氏を連れてくるまでのさ、俺絶対泣くわ、その日。あんな男に。ドキュンな彼氏だったら、マジで許さねえぞ、俺、ほんとに。許さん。うんこちゃんみたいな彼氏だったら、許すわ。パパみたい。な、言え、お前ら女聞け。中高生の女で、父親に彼氏が紹介できない女聞け。ツボを教えるわ、ツボ。
お父さんみたいな彼氏なの。言え、そうやって。パパ言え、パパが、え？俺みたいな。言え。喜ぶぞ。いいじゃねえかよ。お父さんみたいに素敵な人なのっていいじゃん。金髪でさ。マジでさ、ほんとに。ちょ、マジ、娘ができたらそれが怖いんだよ。だから俺さ、娘できてほしくねえんだよ。娘ができたらさ、彼氏連れてくんだろ、将来。顔がでかい彼氏。じゃ、息子だったらさ、じゃ、息子のさ、彼女だったらいいじゃん。娘、なんかさ、でもさ、娘のさ、彼氏ってほんとにショックだわ、俺。腹立ってきたわ、マジ、娘の彼氏に。本当にさ、本当に腹が立ってきたわ、マジで。おう。俺言われてたぞ、親に。働いてから彼女作れ、つって。セックスするなんて10年早いわ、つって。ゲームしません。じゃ、息子だったらいいね。息子だったらマジでまずさ、一郎はさ、なんつうのかな、一郎は3歳、え ?3 歳からボール持たせただろ、一郎は3歳からボールとバット持たせたじゃん。俺は2歳からマイク持たせるわ。インカム。インカム持たせるわ。2歳から。喫水の実況にするわ、マジで。選ばせる。まず、いや、サッカーボール、野球のボール、インカム。俺の子供またインカム持つわな。もちろん。お前ってなる。ダーダーってなんだろう。インカム持つわな、絶対。遺伝子がそうさせるはず。お前。おぉ。ちょっとマジで。2歳になったらマジでさ、2歳になったらちょっとガチでさ、それやってみるわ。野球のボール、サッカーボール、インカムをさ、目の前にさ、出してさ、どれを取るかってやってみるわ。俺の子供が2歳になったら。お、息子の彼女は 100% 可愛がるね。もちろん。そこはもちろんよ。もちの論よ、そこは。子供いるの？いねえよ。子供ができたらの話で妄想が膨らんでたんだ、今。たらればだよ、たられば。怖いなぁ。